お疲れちゃんです、ラットです。ということで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですねこちらの枯渇ホグデッキやっていきたいと思います。まあ枯渇ホグというか小物ホグですね。なんかアウトローコウモリ、ヤリゴブ、そしてファイスピで施設が大砲でスペルはファイボと、ちょっと珍しいホグデッキなんですけど、まあ3年ぐらい前かな、結構昔に使われてたやつが今もこれなんか使われてましたので、まあ今日はこちらでねやっていきたいなと思います。でまあなんかね本当にアウトローとかも正直枯渇デッキとかにしかまあ入らないんですけど、防衛としてはね非常に優秀なので、まあ大砲とねアウトローでまあ防衛は大丈夫でしょうと。で攻めがねまあホグコウモリであったり、あとはねヤリゴブリンですね。ヤリゴブでプレッシャー、あとはファイスピも軽々あるので、端前のヤリゴブプレッシャー、ファイスピプレッシャー、そしてまあホグの攻めの3パターンでまあプレッシャーをかけていきたいですよね。なんかクエイクがないので、なんかそんな破壊力があるというか、ホグがねあんま通らなかった時にダメージを通す方法がちょっとね難しいかもしれないんですけど、なんか比較的こうコウモリとかヤリゴブとか裂きやすいカードが多いので、まあなんかホグデッキの中ではまあ使いやすい人もいるかもしれない。どうだろうね、なんかロケット押しとかマスケとかああいうカードに慣れてる人はちょっとわかんないんですけど、人によってはこういうホグの方がね使いやすいっていう人もまあいるかもですね。でこれはバレル来るかもなんで端までちょっと止めてあげてね。さあ今回の相手がこれまたちょっとレアで、いやーいいウッドしちゃされちゃった、全部剥げちゃった。なんかプリンセスフキアのなんかバレバレか、そうバレバレですね。さあバレバレ久しぶりに見ますね。さあでバレバレはね、施設が多分あるのでホグがねやっぱなかなか通らないかもしれないんですが、僕もウッドとまあファイボとかあとはファイスピとか小物もあるので、相手の攻めがね正直通りませんというか、相手の攻めを通さなければまあ大丈夫じゃないでしょうか。さあアウトローね、なんか弱くはないんだけどね、もう刺さんないというか強くないっすよね。そうめっちゃ強化してもいいというか、なんだろうね、なんでこんな使われなくなったんだろう。ウッドで剥がします。一時ねアウトローロイホグとかもあったんですけど、なんかやっぱウッドでね光栄が簡単に死んじゃうのもですし、よいしょ、なんかファイボでもねやられちゃいますし、ちょっと活躍できないですが、さあ今回はどうでしょうか。でこのデッキは一応そこそこには回転が多分早いのかな、そこそこにはですけど、まあ、なので、まあ、これ2周目のね、このホグですね。相手はユニットだから絶対、これに吹き矢がね、吹き矢が。いやー、出てこない。いや、インフェが。惜しいな。次の攻め決めたいですね。これ相手、絶対回らないと思うんですよ。インフェが。さあ、これ低めコウモリ最強なんでね。低めコウモリ最強で、さあ、ホグ飛ばしてあげて。で、攻めファイボで、まあ、なんか当たればいいな、ぐらいの感覚ですね。いいね。いいよ。うい、さあ2発入っていく。で結構ウッドはねまあ攻めで僕すごい使ってますけど、まあ使っていいと思うんですね。結局この低めコウモリとかで防衛はできるんでダメージ受けるんですけどね、多少は。インフェ、さあ次ですね、次インフェがないターンなので、ちょっとウッドで剥がしながら、よいしょ、で低めユニットでねこう対応すれば意外となんとかなるようなもんなんですよね。さあからのこうウッドまで行きます。フッ、カラブルが一発入る。いやーでかい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 。おい、なんか相手ラグかったぞ一瞬。低めコウモリ最強なんだね。いや俺がラグいのか、俺がラグいんだなこれ。ファイスピンなん出そうとしてるもんな。おバカバカバカ、お待って、ラグいラグいラグいラグ、待ってエグラグい。これ多分充電が俺多分なんですけど、さっき 1% だったんですよ。で充電がない状態で多分クラロをやってるから説もあるが、ちょっと待ってよ、ちょっとなんか負けそうになってきたじゃん、バカバカバカ。で端前プリンとかもね来るんだね。さあ気をつける、まあさすがにこれウッドで剥げる。いやこれでもホグで終わったっすね。ウッドもやりたいな、攻めファイブでいいや。よいしょ、こんにちは、バモース、おい、よいしょという風な、まあファイボだからちょっと施設がね厄介にはなってくるんで、まあ積極的にねホグ飛ばしまくるのがいいかもしれないですね。もう回転でゴリ押す。ちょっとラグくなったのはね申し訳ないですが、さあよろしく。で槍とファイスピもそこそこ軽く出るので、まあこの槍ファイスピでね一生プレッシャーね、もうネチ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 攻めていきたいですね、このデッキは。
さ、ウッドで削りながら、相手はアイスイズか、ちょっとレアっすよね。まあクロスワンチャンの、まあ、スケラぐらいかで、ワンチャンゴレぐらい、いや結構レアですが、さあベビードラーでトルネードがね、まあアイスイズデッキに入ってますよねっていう。さあ他のカードがねまだわかんないので、まあゴレスケラ、ゴレスケラクロスがなくなったっすね、ビビなんで。まあゴレスケラあたりか。おー、ダックプリだと結構ゴレ寄りな気がしてきますよね。まあゴレもね、アウトローはそこそこ防衛強いですから、ちょっとそこに期待しながらね。うん、さあヤリゴブリン、うん、で次の僕のホグには多分トルネードが回んないので、いや回るか。さあホグ一応コーブにも追加してあげてね。いや折りか、いやそれはなかなか勝てー。まあ、施設トルネでね、なかなかダメージが通らないので、まあ、僕もね、相手の攻めをこう、まあ、できるだけ受けないようにというか、しっかり防衛してね。最悪タイブレーカーで勝つぐらいの意識でね。そう、でも、ここいい流れなんだけどな。まあ、樽があるんでね。ワンチャン樽来たら槍で延命できそうだったらぐらいでも。うん。さあ、ダックプリー。槍をね、分けて受けます。一体どっか行っちゃったんですけど、これ行っていいな。まああるかな。いや、いい。うい、トルネード。さあ、厳しい戦いが始まってきましたよ。まあでも結局回転ゲーですね、本当に。うん。さあ、厳しすぎる戦いが始まろうとしてる。まあでもこれ、ゴリゴリで攻めた方がいいですね。やっぱ、守ってるバックだと勝てないんでね。これで2枚ね。カード今使わせてるんで。さあ、連盟できそうだとしてあげて。やべ、これちょっと下手なファイスピですね。でこのアウトローやっぱマッチョで強いんでね。さあホグ飛ばして取れねえかな。やっぱホグは通らないんでね、この相手の攻めをできるだけ僕は通さないように頑張んなきゃっすよね。ホグ本当に入んねえな。もうちょっとぐらい入ってほしいな。でも大砲が強い。うん。なんかアウトローであと溶けてる。思った以上に。さあ、ホグ。で、コウモリまで行こう。さあ、大砲に行く。しかも一発？いや、いいね。コウモリがいたから一発入った。でも一発なんだよな。言うて一発なんだよなっていう。これね、結構行きたいと思います。ケツゴレとかぶんねえかな。ちょっとエリアだ取ってるこれ。さあでファイボですね、初登場で。いやでもこれトルネがない、いやあるか。一発、一発入ってほしかった、入んない。さあこれでも施設もトルネもないんじゃない。でちょっといらないけど芝ファイボしていくだからもう削りっすよね、正直ここまで来たら。うん。ちょっと怖いが、アウトローね。いや、でも、こう見るとね、アウトローめっちゃ優秀ですよね、今んとこ。さあ、攻めます。攻めます。もう攻めて、相手にね、もう防衛してもらってね、その間にね、ゴレを溶かしたい。コウモリもいる。よしよしよし。さあ、いや、アウトローめっちゃ優秀だね、防衛。うん、いやちょっとこれ左の方が多分痛いかも。左の方が痛いよ、嘘。さあ5打って、いやこのアイウィズのダメージ痛いな。いやコウモリが入れば熱いんだけどな。いやめっちゃいい試合してない。いやそれの削りは嫌っすね。まあ回転ないからちょっとゴリゴリ回してね、攻めてこ、攻めてこ、攻めてこ。いや待って、楽になった、バカバカ、すぐ楽になるんやな。ホグ。あいだってライトあるからね、俺。いや、これライトでさ、負けるかもしれん。やりゴブ？やりゴブ！やりゴブナイス！え、やりゴブ入ってなくったら、多分負けてた気がするけど、まあまあやっぱ削りがね、ちょっと弱いので、まあその分アウトローで、まあ防衛がね、硬いっていうイメージ持ってもらえればいいかな。だから、守って守って、
守って勝つ、これですね。さあよろしく。なんでまあアトラは結構防衛でって感じかな。相手がウッドとかそういうのを使ったら端前アウトローホグとかもいいと思うんですけどね。おいやめてくれよ。あでも大砲あるな、大砲あるから全然戦えるし。いやー縦線は強いやろ、どっからどう考えても。やばいよ、非常にやばいです、非常にやばいですね。どこをどう見てもやばいです。そして大砲がないっていう次元です。まああるけど多分スペルを打ってくると思うんだよ。さあなのでアウトロ出した後ね、ウッドで下げてあげて、よいしょ、エリジェタワーに届かなければね、まあまあまあそんなんなのでできるだけ防いであげてね。さあエリジェイですね、久々に見たな。でもなんかエリジェイ下放されてすぐはめっちゃ減ったんですけど、なんか少し経ってとかシーズン終盤とかなんかね結構増えてたんですよね。あれってエリジェイもしかしてまだ前でっていう、そう全然なんか戦えるみたいでね、マジかよっていう、最高じゃんっていう、エリジェイまだいけるんかいっていうね。うおナイス。で、まあ、施設取り根が普通なんですけど、縦線だったんで分かんないですね。とりあえず、ホグコウモリですね。後ろにコウモリいるだけで、そうそうそう、簡単に近畿度もね、相手しにくいですし、結構ね、相手にコスト使わせられるんでね。で、今、取り根使ったサイクル、これですね。これでもう一応ホグが回るので、ホグコウモリ、ヤリゴブファイスピウッドでホグが回るので、このホグが大事で、まあ、このホグ、次だと縦の戦士をね、防衛で使ってくるパターンなんですよ、相手。まあ、だから、行くならもうアウトローホグとかやっちゃって、大砲あればエリジェイボコせるんでね。こうすると相手も縦の戦士出しにくいですしね。いやしかもガールが残ってる、ガール火力バカもバカなんでね。そういやで縦線使ってるんで、これはもうね美味しく大砲ゲーミングですね。大砲の火力上がってるんでね。で一応ライトニングとかをね警戒してというか、まあ、隅っこにやりゴブ出しとけばまあコスト使ってくれたりだったりまあなんかなるでしょうっていう。さあこれはもうホグ飛ばして、あーあと100や、左サイドでもよかったな、ウッド削りができたわ。で相手ミニピやってる。さあナイスっていう逆サイ攻めたことによって美味しくいただけましたね。でこれはねアウトローで先にちょっと溶かしたいみたいな、一応ライトニング来るから隅っこにします。こうするとタワーと巻き込めないんでね、ライトニングを。さあでウッドでね稼ぎながらの、いやいいね、いやマジで守りが硬いね。そうそうそう、だからラバとかにもバカ強そうだって。アウトローヤリゴブコウモリファイスピファイボかで、まあバルーンの誘導の大砲もあって、なのでもう一生ストラ5枚でね回せるから、ラバとかにはバカ強いよね。なんかホグデッキってさ、まあ、2.6 もだしホグもだし、なんかクエイコホグロケット押しのホグとかもやっぱラバってちょっとやっぱ大変だけどね、このデッキはもうラバに非常に強いね。ということでラバを引きたい。チャンピオン、You are champion? No champion! Let's go! さあ、ホグ。いや、脳しすぎたか。おう。まさかのバルーン来ました。まあ、ラバはいいんですけどね。バルーンは、あれなんですよ。バルーンデッキって、意外とね、スペルが多い。ウッド雪とか、まあ、雪と LSP とか、だって俺のこの小物がなかなか生きないかもなっていう思いがあるんですが、どうでしょうか。いや、ハンターが強い。いや、ナイス。ナイス、デブ。そんなこと言うんじゃねえよ。頑張ってるぞ。いやー、これ言ってもいいけどなー、正直。まあ、トリトンハンターバルーンっていう、わお。激レアですね。いやー、これ、極厚バルーン来るだけで吐きそうだな、これ。まあ、吐きそうだが、私は吐きません。さあ、やりゴブからの、お得意のね。お得意のキング起動です。いや、僕、キング起動だけはマジでね、得意なんだ、メガナイト。だから、いつもさ、1動画で1回ぐらいやってる気がするな。ね。さあ、ホグ飛ばして、まあ、相手と逆サイの方がいいね、やっぱ。トリトンかな、どうせ。で、トリトンいると、やっぱホグなかなかね、本当に一発、毎回通るか通らないかとかだから、このやりゴブのダメージが入ったりとか、あと、ホグの後ろのね、コウモリをつけることによって、まあ、トリトンともう1枚ね、使わせられるからでかいよねっていう。さあこれはちょっと痛いな。いや守りすぎか。でもダメージこれで逆転しましたね、11。まあホグ飛ばすと、まあ今だったらもしかしたらメガナイト来る、
メガナイトでもいっか。これアウトローサタイ最強説あるな。相手のメガナイトとか余裕だもん。いや、これ暇人すぎ。さすがにそれは暇人だよな。いや、これも暇人か。何しても暇人になっちまうな。相手のスプレーがちょっとわかんないのも怖いよね。あ、もうファイアボでいいんじゃない。もう、撃ってくれよっていうハンターじゃない。撃ってあげるよっていう。やりごぶちょっと入れば熱いな。いや、もうね、ネチネチいきますよ、僕は。芋ってね。ホグデッキだけど芋ってね。さあ、相手メガナイト来た。で、スペルがちょっとまだわかんないんだけど、まあ、メガナイトデッキって矢がなかったら結構ファイボとかも入ってないから、このアウトローが無双するもんなんですよね。さあ、いや、お、待って、やばい、縛って、縛って、バカバカバカ、耐えるけど、うっ、あ、待って。重罪、重罪、今のは重罪。いや、これでも俺、イモれると思ってます、正直。これもイモれると思ってます。やな、雨やないかい、しかも。ふざけんな。やべ、待って、ミスった。あ、待って、やばい、芝がやばい。今日の芝動画、えぐい。メガナイトか、さすがに。さあ、これはね、厳しくなってきましたね、非常に。やな、雨ということで、僕のね、アウトローちゃんが美味しくいかれちゃいます。さあ、で、大砲を置いて、もうすべてを拾いたいね。すべてを拾う。よしよしよし。矢の飴、あと、これ、相手、クミちゃんなんで、矢の飴って。いや、ちゃうな。1、3なんぼ削るな、マルチ。ってなると、結構えぐくて。いや、邪魔だな、それ。矢が。矢が、でも今、矢使った。で、ディガー拾えばいいんでしょ？拾わなくてもいいか。さあ、ホグ行って。まあ、メガナイトか。さすがにこのサイクルは。ズスン。いや、左が意外と入ってるって。さあ、すべて拾うよ、俺。すべて拾うからね。で、バルーンのバカも入れないからね。いや、トリトンか。いや、それ強え。ちょっと、いや、でも結構入ってるぞ。あるぞ。マジであるぞ。いや、ルートキャスしろ。相手 D が飛ばしてこんなったの。拾う。拾う。いやー、いやーとファイボで勝て取ったー。すべては芝ファイボのせいです。これ完全に間違いないです。クソ、やっちまった。いや、マジでね、もったいないですから、皆さんも気をつけてくれ。よろしく。さあ、なんだい、君は。ラバ引きてえな。これラバ 100% って言ってもいいぐらい勝てそうだもんな。知らんけど。まあ、ホグコウモリ行きましょうか。ホグコウモリがまあ強い形ですね。わお。すごい。コウモリの真下にディガー落としてくれる人いる。何して？トルネか？いや、違うんかい。寝た？おやすみ？電話来た？いや、これ絶対母ちゃん部屋に飛び込んできたやつやろ。いや、でかすぎるやろ。なんで？マジでなんで？何があった今の間。いや、ガチのなんか、ね、電波かなんか親フラか。さあ、ラッキーパンチがバカ刺さる、ダックプリディガーメガ、ジャイか。いや、いいね。まあ、ジャイ相手はね、意外と、どうだろうな。まあ、プリンスとかが厄介になるけど、基本的にザップだからね。アウトローとか強いよね。これ入るよな、もしかして。うわー、よなー、遅いんだよな。ちょっとジジイだな。疑惑プリンスがね、あれだけでだって1000ぐらい入ってるよ。えぐいよ。ダックプリ、まあ防衛のアウトローが結構強そうですね。相手はもう防衛のアウトローにファイブ打たなきゃ多分ほぼ突破できないくらいだと思うので、まあそしたらやっぱ大砲が残るよねっていうので、まあアウトロー大砲をしっかりやっとけばまあ大丈夫ではないでしょうか。まああとは、まああとはもう知らん、大丈夫でしょ。オーグ行こうかな。一回冷静になって大砲置いてみた。
さあジャイが来る。さあウッドで削りながらね、あんまり出さなくていいからな、守れそうだったら。これ大砲とかにザップ打ったらコウモリぐらいで、いやコウモリはねいいよ。さあで170はもうファイボ圏内なので、しかもこれ逆行くとね、このアウトロー多分無視しても多分落とすと思うんだよな。ガールの衝撃が速くなってるから、ピュンピュンピュン、ナイスピュン、よい。さあエリゴブセパすると、あれどこ行っちゃった2体、何やってんだよ、やめてくれよ、怖いよ。いやアウトローこれ結構強い気がするな。まあ相手によるっすけどね、やっぱ相手がファイボウッドとかだと簡単に処理されやすいけど、ファイボザップとかだとね生きるよね。でザップ使いたいけどね、こっちに使ったらコウモリ無双するしねっていう。さあファイスピ添えて、ファイスピのこの範囲が200ぐらい、270ダメージか、範囲でけえ。さああとはまたアウトローと対応でクッションですね。一回このプリンスの突進をね抑えて、ボーイをねおじちゃんを延命してあげてね。さあナイス。だから相手によってはマジアウトローのボーイが最強ですね、本当に大活躍だ。さあボーイは超硬いから、施設なしの相手にはマジ強だと思うね。これ施設なしだったらホグがまあ確実に通る、まあ、ほぼ確実に通る、かつ、まあ、あと防衛も強いので、こっちの攻めが通ればもう勝てるようなもんですもんね。さあヤリゴブギャング迫撃砲とかかな、かメガナイトコカツとか、メガナイトコカツっぽいな。さあメガナイトコカツでした。まあでもアウトローこれマジ最強だと思うんでね、うん、アウトロー受けします。でインドラはコウモリでいじめてあげてね。まあザップ来てもいいでしょ、防衛がだって焦がされるだけなんでね。さあ相手もアウトロー突破できねえってなってザップ出なかったですね。まあ負け筋はこのアウトローにディガー合わされてメガナイトがこうなんかいい感じに範囲でねぐしゃぐしゃしてくると、まあちょっとやだかなって。でもスケバレはあれか、スケバレは大砲で落とせばいいか。うん、これ回ってるだよね。うい、いやここでファイボまで一緒に打てれたらプロだったな。さら落としてやりぐらい添えとこうか。やりにザップ打ってくるかちょっと怖かったけど、いやこれ行くか悩むな、行っていい気がするな。相手これメガナイトとザップ使わないといけないでしょ。あインドで抑えてくるのか、インドザップか。うん、でもホグ2発入るの強いね。でできるだけやっぱアウトローはメガナイトに取っておきたいよね。ファイスピだけでいいっすね。いやいいね、ファイスピーファイボウッド大砲アウトロー、これメガナイト枯渇側だったらめっちゃしんどそうだな。まあディガーが結構重要になってくるか。暇ウッドします、削ってね。まあ大砲とかあるんでね。さあ積極的に削っていこう、暇なんでね。暇な時は削れって覚えてください。さあここはもう攻めながらのウッドでね、いい感じに全部を守れると理想かな。で槍ゴブリン置いて、まあ、こっちにザップを使いたいよねって、こっちにザップ使いたいけどそっちにザップ使うとこっちのコウモリ生きるよねみたいな。さあウッドとりあえず転がしてバカ当たるんやけど今日ウッドが相手、しかもザップコウモリに当たってんだよな。槍ゴブ巻き込みたかったのか、これメーカーないと踏んできますね、まあ、踏んでくるものの、さあ結局なんですよね。これだってもうウッドでいいからね、後からハゲてもらってもうホグ飛ばしてんもん俺今すぐに。でもインドラいるんでね。さあナイス。でまあさすがにメガナイトで踏んでくるとあれですけど、よいしょ、ホグがね一発めり込んでナイス、グッドゲームと。まあ施設ない相手、まあ、特にこういうメガナイトにはバカ強いね。はい、今日はねこのアウトロホグ、まあすごい珍しいね、特殊なホグだと思うんですけど、まあ使いやすい人もいるかもしれない、肌にめちゃくちゃ合う人もいるかもしれないので、まあ皆さんもね、よければこちら一度は使ってみてください。もうすぐね、チャンネル登録15万人ですので、よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。